以前配信した第2回 YouTuber 野球大会打ち上げパーティー、今回はその第2部で行った公開収録の様子をチェックラ。2200連 TV プレゼンツ、格付け違う YouTuber の、ここで出演者のおさらい。我らがツッチーとゲストで中村コロスケ、宝部良治、竹永義孝、そして出演者兼 MC は筋肉、以上5名で格付けし合う。そもそもこの企画は某テレビ番組のパロディで、お題に合わせて出演者の順位予想とお客さんの順位予想を照らし合わせるというもの。そんな修羅場必至のこの企画、最初のお題は、うねんぼうが一番強そうな YouTuber。 このお題の回答者は中村コロスケ。すごいロケ、懐かしいよこれ。すごいロケ、俺なんか YouTube に唯一上げてる動画。すごいロケ。じゃあ、いつも、これ予想ですが、はい、じゃん、こちらとなってます。コロスケの予想順位がこちら。自分を低めに評価しているが、一番弱そうなのは竹永と予想。会場が予想する一番不健康そうな YouTuber は、じゃあ一般意見、はい、第2の発表こちら。土、はい、やっぱりね、野球ないからとか、ウィンガーとか、ね、あと第3位こちら、お宝くじ。この上を行く人がいるの、つまらない。何いるの、いるでしょ、それね。宝くじにもね、マイナス2位とは全くなかった。マイナスがない、マイナス怖い。お前らが美化した動画という。いいよ、どうぞどうぞ。はい、第4位はこちら。ああ、いや、絶対強いけ。いや、絶対強いよね。ポスティングできたけど。いや、すごい、すごい。ということで、第1位、第5位の発表は、俺じゃない、やっぱり。1位、俺そんな強くないよ、そんな名前負けでしょって。いやいや、これはそれはね、筋肉はただの名前負けと予想した中村コロスケ、会場の予想は果たして。じゃあ第1、第5位、こちら。だよな、名前でしょ。逆にね、これで強くなかったらなんでってなっちゃう。そうですね。終わり。ということで、結果に納得のいかない男たちによる意地とプライドをかけた腕相撲ガチンコバトル、いざスタート。ラウンド1。名前負け疑惑の優勝候補、筋肉バスス下克上を狙うロン毛チャレンジャー中村コロスケ。どっちだよね、どっちだよ。よくやるけど、どんって言ったらスタートねって。よいさあ、頑張れ。おすごい、予想通り筋肉の圧勝。続いてラウンド2。興味がないの、興味がないのでサクッといきましょう。いけよ。ラウンド2。暫定チャンピオン筋肉 VS 不健康そうな男ナンバーワン竹永義孝。いけよ、いこう。いきますよ。じゃあ、よーい、スタート。やばかった。
連勝。続いて挑む男はラウンド3、暫定チャンピオン筋肉 VS イエイエイウォーウォー筋トレマシン宝部亮次。レディーまだまだ落ち着いて。せっかちせっかちせっかちだな。いくぞレディーこれ何しますこの時代のアピールは何だったの。筋肉は骨折してたの。なんと3連勝。最後に立ちはだかるのはもちろんあの男。2200年 TV 対決。さあどっちの方が強いでしょうか。ファイナルラウンドは2200年 TV 対決、筋肉 VS ツッチ。なんと連勝を重ねた筋肉をツッチが瞬殺。腕相撲ガチンコバトルはツッチーの優勝。ツッチーに大きな拍手を。じゃあ実際どうだったの。筋肉的には竹中さんが一番弱いなって感じ。そうでしょう。竹中さんが一番弱かったです。ショックだな。腕相撲最弱決定戦は後ほど発表。続いての格付けは恋人にやしたくない YouTuber。ぶっちゃけ男なら誰でも聞きたくなるお題だが、それだけに評価が低いと地獄に叩き落とされる。エンマ様も恐れるこのお題の回答者はコンマ2センチ竹永義孝。このお題は1位が一番悪い評価、5位が一番いい評価となるが、竹永は自分が一番恋人にしたくないと予想。したくないのか。はい、したくないか。したいっていうのが俺と。そうです。はい、可愛らしい今の感じじゃないですか。確かにそうですね。で、まあ、スッチーさんはどうしたくない。なんとかどうしてしたくないんですよ。したくない。確かにちょっと気になるんですよ。なんでしたくない。やっぱスッチーさんって本当に俺すごいと思うんですけど、編集とか見てたんですね。ストイックと言いますか、良くもあり、悪くもあり、時間となるとやっぱちょっと下になるんじゃないかなみたいなね。そんなキッチンさんより下に見てる自分っていうのは、いや俺嫌でしょ。俺勉強するんじゃん。いや、そういうんじゃなくて、そういうんじゃなくて、やっぱ芸人だし。でも芸人さんモテるやないか。いやいや、そう、モテるモテるモテるイメージあります。チャラチャラしてますし。してる感ないんだよな。でもお客さんも芸人さんとか好きな人多いですよね。そう、例えば BKB BKB はい、そうです。はい、芸人のイメージは果たして悪いのか。聞きたくないけどやっぱり気になる。会場の意見は第2位はこちら。オリジナル。おー当たった。すげー。スッチーはちょっと答えが強そう。私も疲れるからやめたほうがいい。まあ、第3位。はい。ダン。おー、ほら、綾野さん、綾野さん、綾野さん。第4位は筋肉。おー、これ操作してない。大丈夫。しないしない。むしろ俺これ間違ったらどうしよう。第1位、第5位、いっぺんにドン。これ、ランキング逆にしました。
やっちまった。正しい順位はこちら。あとおじさん大好き。おじさん一番前。俺の方がおじさんだよ。おじさん大好き。好きですって書いた人。ああ、だから嬉しい。急に気づいた。うっしゃ、めっちゃ嬉しいこれ。でもトロちゃんの手を聞きたい聞きたい。これはね、うん、あ、そうなんだって言っちゃいます。何ですか？ロン毛。ああ、全員的に無理。これね、ちなみにね、うん、俺も最下位コロちゃんなの。そうだね、コマちゃんでした。多分、その友達感がエグいのよ。友達感がエグい。友達感がエグいの。じゃあ、あの宝部さんがこう選ぶなら誰と付き合いたい？これ土にしたんです。よっしゃー！なんでなんでなんで土にした？大まかせ。安全だ。大まかせ。大まかせないよ。今それじゃない。仕事場所じゃない。違う違う違う。さすがベちゃん。ありがとう。吉本それぞれだチャンネル登録はボタンをクリック、もしくは動画説明欄からチャンネルを登録してくれ。 LINE スタンプも発売中だ。みんなどんどん使ってくれよな。